かわいい動物、ネズミたちのチーズまみれピザパーティー、ネズミ村の広場、楽しい音楽とネズミの鳴き声。ある晴れた日、ネズミ村では特別なパーティーが開かれることになりました。今日はネズミたちが自分たちのピザを作る日です。カメラがネズミたちを映す。ネズミたちが集まっている様子。ネズミエイ、みんな今日は自分たちのピザを作るんだ。僕はチーズが大好きだからたくさん使うよ。ネズミ B、 僕もチーズはピザの命だからね。材料の調達、バタバタとした音。ネズミたちはピザの材料を集めるためにそれぞれ動き出しました。ネズミ C、 私はトマトを取りに行くよ。ネズミ D、 私はバジルを探してくる。ネズミ E、私はもちろんチーズをたくさん持ってくるよ。カクネズミが材料を集めているシーン。ネズミたちがそれぞれの材料を持ち寄る。ピザ作り開始。ワクワクする音楽。ついにネズミたちはピザ作りを始めました。みんなが集まったらまずは生地をこねます。ネズミイエイ、こねるのは楽しいね。でもチーズも早く入れたいな。ネズミ B、 ちょっと待って、まずはソースを塗らなきゃ。ネズミたちが生地をこねている様子。チーズを待つネズミ A がそわそわしている。チーズの山、チーズが溶ける音。ネズミたちは次々とチーズを加え、どんどん盛り上がってきます。でも気がつくとネズミ C、 うわぁ、これもうチーズの山じゃない。ネズミ D、 いいじゃん、もっと入れよう。ネズミたちがチーズをどんどん加えている様子。チーズが生地から溢れ出る。焼き上がりの瞬間、ピザが焼ける香ばしい音。やっとピザが焼き上がりました。でも見てください、これはチーズまみれのピザです。ネズミ E、 これが本当に食べられるの？ネズミ A、 絶対美味しいよ。みんな食べてみよう。ネズミたちがピザを切り分けるシーン。チーズが伸びる様子。チーズまみれパーティー。ネズミたちの笑い声。ネズミたちは次々とピザを食べていきますが、すぐにチーズまみれになってしまいました。ネズミ B、 チーズが顔についてるよ。ネズミ C、 私もまるでチーズの妖精みたい。ネズミたちがチーズだらけになっている様子。全員が笑いながらチーズを拭いている。パーティーの結末、楽しい音楽が流れる。最後にはネズミたちがチーズまみれになりながらも楽しい思い出を作ることができました。みんなが笑顔でいっぱいです。ネズミ D、 こんなにチーズがあってもやっぱり楽しいね。ネズミ E、 次回はもしかしたらチーズなしのピザに挑戦する？ネズミエイ、それはちょっと寂しいかも。ネズミたちが笑い合いながら帰るシーン。カメラが引いていく。チーズまみれのピザパーティーは大成功。また次のパーティーを楽しみにしています。みんなもネズミたちのように楽しいピザ作りに挑戦してみてね。ネズミたちのチーズまみれピザパーティーは大盛況で幕を閉じましたが、次はどんな新しい冒険が待っているのでしょうか。次のパーティーではネズミたちが自分たちで農園を作ることになりました。みんなで美味しい野菜を収穫して、さらに美味しいピザを作ることができるかな。新たな挑戦にワクワクが止まらないようです。さらにネズミ村に新しい友達がやってくることになりました。誰がやってくるのかはまだ秘密。みんながどんな新しい出会いを楽しむことができるのか、とっても楽しみです。ネズミたちの冒険はまだ続きます。新しい友達がやってきたらネズミたちは嬉しさいっぱいで歓迎しました。新しい友達はなんとウサギの家族でした。ネズミたちは初めてのウサギとの交流にワクワクしながら、一緒に農園を耕し収穫を楽しみました。ウサギたちも新しい友達との時間を大切にし、みんなで美味しい野菜を収穫しました。
そして農園での楽しい時間の後は、ネズミたちとウサギたちは大きなテーブルを囲んでチーズまみれのピザを作りました。ウサギたちもチーズを大喜びで食べ、みんな笑顔でお腹いっぱいになりました。ネズミたちとウサギたちの楽しいパーティーの後、新たな冒険が始まりました。ネズミ村には風変わりなおじいさんが現れ、驚きの提案を持っていました。なんと昔ネズミ村に住んでいたという伝説のチーズの聖域を探す冒険に出るというのです。ネズミたちは興奮し、ウサギたちも興味津々で一緒に冒険に出発しました。世界中を旅しながら古い地図や謎を解き明かし、チーズの聖域を目指します。道中で様々な仲間と出会い、困難を乗り越えながら成長していきます。いかがでしたか？可愛い動物たちとのひととき、彼らの愛らしい仕草や無邪気な姿に心が癒される瞬間がたくさんありましたね。その笑顔や仕草は私たちの日常に小さな幸せをもたらしてくれます。ご覧いただきありがとうございます。もしこの動画が楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。新しい動画をいち早くお届けしますので、お見逃しなく。あなたの応援が励みになります。これからも一緒に楽しんでいきましょう。